響きは海上自衛隊の音響測定艦、響き型音響測定艦の一番艦、関門海峡北西の響きだから命名された。この命名基準で設定された艦名としては初。自然現象としての響きとしては、旧日本海軍に赤月型、神風型の二隻がある。響きは、 中期防衛力整備計画に基づく平成元年度計画音響測定感5201号館として三井造船玉の事業所で1989年11月28日に寄港され1990年7月27日に浸水同年11月13日に講師会し1991年1月30日に収益し 海洋業務軍に直轄艦として編入され、呉に配備された。配備後、同年3月9日より収益後の完熟訓練を、兼ねてアメリカ・カリフォルニア州、オークランドまで開港され、セルタスシステムを習得後、ハワイ州新ワンでのソーラーアレイを搭載し、装備認定試験終了後、同年10月17日に帰国する。 1992年4月より本格的な部隊運用を開始し、陸上の対戦情報分析センターにおける自運用に入る。2015年12月1日、海洋業務軍が海洋業務対戦支援軍に改編され、同軍令下に新編された第一音響測定隊に編入された。2017年11月1日、第一音響測定隊に開示関係として、 初めてクルー製が導入され今後は乗員を固定せず、3クルーが交互に乗り組み2隻を運用する。2021年3月4日、音響情報収集体制増強のため、響き型の3番艦、秋が収益したのに伴い、乗員体制が3隻による4クルー製に変更された。朝雲新聞2017年12月7日、第1面、第1音響測定隊に、 クルー星を導入、防衛省、音響測定官、秋の上院体制を4クルー星へ、日刊工業新聞、2021年5月4日閲覧。ありがとうございます。